有機栽培とか自然農法で使う肥料っていうのは、大体米ぬかとか菜種油かすとか、まあ、植物の残渣とか、まあ、バイオの有機とかそういうね有機物資材を使うんだけれども、こういうのって、散布してから3週間できれば4週間置いてから、散布して耕運して、ね、3週間4週間置いてから種を植えなさい、苗を植えなさいっていう風なのがスタンダードなんだけどもね、まあそういう風な使い方をするんだけれども、これって裏を返すと、裏を返すわけじゃないんだけれども、こういう肥料ってのは速効性がないわけさ、遅効性のゆっくりとじわ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 効いてくるタイプの資材になるんだけれども、これ速効性がないと。これ逆に化学肥料だったらね、撒いて水に溶けてったら結構速効性があるので、その速効性っていうことに関してはやっぱ化学肥料にはかなわないと。で、有機物は、有機物、まあ、ここにはあるのは、ちょっと重いんだけど、20キロの菜種油かすとか、こういうのはゆっくり効いてくると。っていうのは、この有機物が微生物に食べられて、それが、なんだろう、分解されたものとして出てきて、それをまた別の有機物が、微生物が食べてっていう分解をしていって、最後に残ったものが植物として使われる、植物に使われる栄養になるということで、要するに、今、症状が出てる、声切れの、肥料切れの症状が出てるって時に巻いても遅いわけさ。だからこの頃に追肥が必要になるなっていうのを分かってて、経験とか、知識として分かってて、その 2,3 週間前4週間前にパッと散布しておけばじわじわと効いてきて、ちょうど分解もされて肥料が欲しくなるタイミングで効いてくるっていうことができるんだけれども、必ずしもそのタイミングで入れられない場合もあるわけだよね。いろいろやっぱり生きてれば忙しいこともあるし、うっかりしてて忘れることもあるしさ、ね、でそういう時のためにこういう有機物、菜種油かすを速効性のある肥料として変身させようっていうのが今回おすすめしたい話なんだけれども、用意するのは簡単です。今見せた菜種油かす、20キロネットだと4880円とか、俺見たのがあったんだけども、4500円とか4000円台なんだけども、地元で買ったら2500円したんで安いなと思って得して買ったなと思うんだけれども、この菜種油かすとペットボトルと水だけね、でこのペットボトルの中にも入れてあります。だいたい10対1、9対1、まあ10対1でいいや、まあ1割ぐらい、水の1割ぐらいの量だから、まあ見た目でいいから、このくらいやったらこの10倍分水を入れてきてもらえれば OK です。まあとりあえずまず今入れてきますね。でこれが水を入れてきた状態です。水の中に菜種油かすが入っている状態で、これをまあ蓋してこうやって混ぜておいてくれればいいです。でこれを1ヶ月間置いておけば、この中で発酵した液肥ができます。でその液肥の上澄み液ね、ここ下の方に沈殿するから、それはまあ後で使い切ってから水を薄めて畑内どっかなに堆肥の置き場なりに撒いてくれればいいんだけども、この上澄み液を、10倍ぐらい、できれば最初は様子見で15倍とかに薄めて、上炉で巻いてもらえれば液肥として使えます。速効性があるのも、ここのこの水の中で分解発酵してくれるんで、事前に分解して発酵させておいて、それをその分解し終わったものを使うっていう感じ。簡単でしょ、液肥作るの。ペットボトルと水と菜種油かすがあればできるんで。でポイントとしてはこの蓋取っておいてください。一応、まあ、緩めておけっていう人もいるんだけども、分解発酵するからガスが出るので、ボンって破裂したことあるので蓋が吹っ飛んでて中身ちょっとこぼれてたぐらいで済んだけれども、バーンっつってここが破けて水出たらえらいことになるから、あとはこれ匂いするからね、それだけは覚悟して、うん、もう水を入れたばっかの状態でもやっぱちょっと香ばしい匂いしてるなっていう感じです。で、これを毎日、できれば毎日ね、こうやって蓋をして、さっきみたいに混ぜてくれれば、それで1ヶ月ぐらいすれば、もう使える液肥として、液肥として使えるんで、ぜひやってみてほしいなと思います。ほんと速効性のある液肥。ね。これなんだけれどもさ、本当にさ、やっぱこの液肥っていうのは、やっぱ重要っていうか、緊急事態として使える。
すぐ有機物とかも散布してすぐ効いてくれるんであればいいんだけれども、そうでもないから、でまたさ、そういう速効性のある肥料としてぼかし肥って作れるのあるんだけれども、堆肥としてまあいろんなもので入れるんだけど、米ぬかとか菜種油かすとかいろいろ入れたりしてねやるんだけれども、で発酵の途中で乾燥させて発酵を止めてしまう、で散布して水が含まれることでそこで再び発酵が始まってすぐ効いてくれるっていう風なさ、ぼかし肥っつうか培養土って俺ら呼んだりするんだけれども、そういうのもあるんだけれども、それやるにはやっぱ結構場所も必要だったり、大変なのに材料集めたりとか結構な量も作って、熱も60度上げるためにはやっぱりある程度の高さに積んでおくっていうのも必要になってくるし、水分量の調整も難しいから、この液肥なったね油かすの、まあなったねじゃなくてもいいんだけど、油かすの液肥は水とペットボトルと油かすさえあればできるから、すごく簡単な家庭菜園とかにおいてはとてもおすすめなやり方になるんで、一つやってみてほしいなと思います。で注意点もう一回復習するけれども、蓋は開けといてください。ガスで出てきてボーンっていってえらい目に遭うんで、で匂いもやっぱある程度するんで、そこだけはやっぱその匂いしてもいい場所、例えばこういう倉庫とか車庫とか、ね、外に置いとくとねちょっとあれだけども、あとは日に当たらないところ、こういうね小屋の中こう日当たらないから南がこっちになるんで、ね、基本当たらない場所なんでこういう場所に置いておくと、うん、でできれば毎日一回こう蓋してで攪拌して混ぜてあげてほしいなと思います。よいしょ。あとねこれ上少し残ってるじゃん、これいっぱい入れたことあるのよ。そうするとブクブクって泡が出てこぼれてきたから、やはり少し上げておけるようにちょっと大きいペットボトル、まあ、2リットルとかでもいいし、俺みたいにこの俺のじいちゃん、死んだじいちゃんなのかな、どっかで出てきたのか分かんないんだけど、多分大五郎かな、分かんないけども、アサヒビール株式会社が作った焼酎だろうね、25度って書いてるね、こういうのでやるとちょうどやりやすいかなと。この液肥これを10倍から15倍、ね、様子見て最初は薄めにして株元に巻いてあげるということをすれば、声切れで今すぐ聞いてほしいと、有機物の有機栽培のルールの中で、やりたいと、化学肥料を使いたくないって時はこの菜種油かす、油かす液肥を作って、ぜひやってみてほしいなと思います。本当に簡単なんで、やってみてください。おすすめです。俺も結構毎年この回は作って家庭菜園でしか使わないから、俺はねこの液肥ね、あの大きい畑はまた別のやり方、事前に撒いちゃっておくっていう感じでやるんで、家庭菜園ぐらいのサイズであればこのくらい、家一軒分の庭なんで、これこの菌あってもちょっと余すかなってぐらいの量なんで、やってみてください。2リットルでも十分だと思うんで、2リットルに 1.5 リットルで作っとけばその溢れ出ることもないし、作りやすいかと思うんで、菜種油かすの液肥やってみてほしいなと思います。